ベジポタラーメンベジポタラーメンとは、じゃがいも、玉ねぎ、トマトなどの数種類の野菜をポタージュ状にしたものと、豚骨スープを使用しているラーメン。ベジタブルポタージュラーメンの略である。スープは濃厚かつ、野菜の甘みが強く、ヘルシーで、食感、風味が特徴的である。他の一般的なラーメンには入っていないブロッコリー、レンコン、オクラなどの野菜の素揚げが入っていることもある。 ベジポタラーメンのパイオニアは、つけ麺エンテラの店長である、藤本通利で、つけ麺として開発された。着想は、日本そば店でとろろそばを食した瞬間に生まれたという。修行経験のなかった藤本は、その常識にとらわれない着想をもとに、スープの商品化を成功させた。名付け親は、ラーメン評論家の石山隼人。初期は開発された通り、 主につけ麺のつけ汁が主流であった。また、石山隼人は企業と提携し、ベジポタラーメンのカップ麺の開発を進め、2009年10月に販売を開始した。その他の種類のカップ麺も販売されており、女性ユーザーを狙ってスタイリッシュなパッケージを採用している。現在では全国にベジポタラーメンを扱う店が出てきている。上した A。 の材料を火が通りやすい大きさに切る。その後、サラダ油で表面に少し焼き色がつく程度に炒める。1で炒めた野菜をすべてミキサーに入れ、さらに鶏ガラスープも入れる。そして、完全に形がなくなるくらいミキサーにかける。2を鍋に移し、弱中火で5分ほど煮込む。この時、焦がさないように注意する。生麺を茹でる。スープとしっかりと、 湯切りした麺を器に移し、スープとよくなじませる。お好みの具材をきれいに盛り付けて完成。ありがとうございます。